はい、ジェン君。あ、はい、あれ呼ぶと移動しちゃうジェン君。あれあれ、はい、ポンちゃん。ポンちゃん、おはよう。ポンちゃんも移動しちゃう。いっぱい。はい。はいはい。はいはい。仲良し、仲良し。あ、カラリッツだな。あ、かわいい。ジャン君、超かわいい。かわいい。ジャン君、かわいい。超かわいい。ジャン君かわいい、かわいすぎ。ポンちゃん、ポンちゃんもゴロリしたら、おばちゃんはお水ね。ポンちゃん、ポンちゃんお水飲んだらこっち来てゴロリしてね。かわいいね。ジャン君。なんか鳥さんがチュンチュン言ってるね。チュン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 。あ、あ、ポンちゃん。ポンちゃん。はい。どうした？ジャン君、なんか止まってるな。はい、落ち着いた。ポンちゃんはジャン君のそばで落ち着くのね。はい。さあ、始まり始まり。今日はですね、暑い日になりそうなので、窓に花を作るのをやめました。ついさっきまでは日が差していて、強烈だったんですが、ジャン君がですね、どうも外を見たがっている感じがしたので、少しだけ開けてみましたところ、ずっと見ています。かわいいです。なんか背中、ジャン君、何が見えるのかな。ポンちゃん違うよそれ。入り方が違っていたんです。ポンちゃん、はい、それで正しいです。はい、よし、ポンちゃん、はいはい、ポンちゃん、いいね、ポンちゃん。なんかお風呂入ってみたいよ。うん、ポンちゃんいいね、嬉しいですね、気持ちいいな。シリ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 、可愛いな。お魚さんとチューしましたよ。ポンちゃん、ポンちゃん、こんなによく取れるのに毛がいっぱい残ってんだね。うん、いっぱいあっていいんだよ、ポンちゃん。薄くなったかな、そうでもないか、ね、とりあえず抜け毛しか取れないからね、いらないのしか取れないから大丈夫よ。でもこんなだよ。うん、よいしょ。ね、ポンちゃん、
になりました。いいね、ポンちゃん。助成金がまだ出ていませんが買っちゃいましたよ。買ったのはこれとこれです。これだけのラインナップになりました。これね、20年前だとまだ40か違う、40年前ですね。20歳の時に、カメラに凝ってですね、次々買って揃えたラインナップにもうあと1本というところまで迫りました。これは長い、望遠鏡のズームレンズですね。これが、55から200ミリ、わかりますかね、書いてあるんですが、これはポートレート用という形で50ミリ。これが15から45ミリのズーム。ズーム、単焦点。単焦点っていうのは、ズームしないやつですね。この3本がこれからの戦力になります。この望遠鏡のレンズというのはですね、コンサートを撮るときに、遠目に離れても撮れるということで、あまり人に迷惑をかけなくなります。ただ、この下にですね、実は前、20歳ぐらいの時から集めていたのは、広角の、まあ、超って言ってもいいのかな。超広角レンズというのを持っていてですね、それはとてもよく使っていました。アートっぽいのが撮れるんですけれども、また、何か助成金が出たら、そんなの当てにしてられないか。頑張って稼いだら、そういうレンズも一つ加えたいなと思います。ただ、ミラーレス一眼レフというやつは、このミリ数が、昔使ってた一眼レフとちょっと違うんですよね。この200っていうのは、実は300のことですね。過去使っていたのの 1.6 倍するんですって。で、1.5 として考えたら300ぐらい。ということは結構な望遠になるはずです。さあ、どんな映像が撮れるか楽しみです。ジャン君のドアップいっぱいになると思います。はい、どえらいアップが撮れます。新しいレンズテスト中です。あ、ピントもまあまあうまく合うね。いいじゃないですか。ただし、ピントの合う距離が遠いので、例えば、はい、ピント合いません。今黒っぽい、今グレーっぽい猫の顔に行ってるはずですが、ピントが合いません。このくらい離れないとピントが合いません。離れましょう。よいしょ。ここが限界だね。家の中ではあまり役に立たないということですね。まあ、遠くから、今はそうね、2メーターぐらい離れたとこからジャン君のアップが撮れます。そういう意味ですね。近くて鼻ばっかりでかく撮るとかはちょっとできないですね。はい、まあいいと思います。例えばジャン君がいつも寝ているこの段ボールの中、ここがアップで撮れるようになります。ポンちゃんが飛び出してくる、襖の入り口ですね。これがアップで撮れます。後ほどそういうのが撮れたらアップしますね。